こんにちは、かくすけです。やっていきます。すみませんね、ずっと最近ね、お城を作ってるだけの動画になってるんですけど、私のね、この試行錯誤をする様子をね、ぜひお楽しみください。ということで、2階を作ります。2階を作るために、まずはこの床をね、作ります。ですが、ここで床を作るに際して、床を作る前に一旦ここに、ね、あらら、なんかいい椅子ないですよね、このゲーム。硬い椅子でいっか。硬い木の椅子をここと、ここに、ずれた？いや、合ってるね。置いて出来上がりです。1階分出来上がり。で、2階部分が、よし、また間違えないように、はい、こうやってですよ。ここまでかな。あー、じゃあ1個、よし、いいぞ、いいよ。んで、おや、そんな、ここにドアを作らなきゃ。壁をちょっとだけくり抜くっていうのができないみたいなので、仕方ないので、この木のドアを使います。で、で、床を、これちょっと、あ、一つの部屋として認識してくれましたね。で、こうやって、で、こうですね。ここまでやっちゃいましょう。はい。で、ここも、こう、ここ、こう、見ます。こうやって、で、先に階段を作らないと、後でできないので、うまく。そうだな。どうしようかな。一旦ここはいいとして、ここから先もある程度はいいとして、こっからです、問題。ここから注意しなければならないのが、一旦ここのね、ちょっとデコボコっとしてるところから、こう階段を作っていくんですよ。こう、あ、ちょっと長すぎたかな、階段。高さがそんなないから。あ、長すぎたな。じゃあ。二マスずつにしましょう。二マス。で、こうして二マスで。こう。で、この周りだけ穴を開けることにして、だから、高さはどうなったのかな。ここまでかな。ここまでやって、それでちょうど床に出てきたのかな。はみ出てるかもな、むしろ。一旦消して、で、床をこうやって、あー、なるほどね。じゃあこうかな。あ、ちょっとやりすぎ。あ、いや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 、あー、ちょっとちょっとこれ失敗です。1段足りなかったので、やっぱ追加した方が良かったですね。これで2マス開けての、こうです。こうやってからの、の、これでちょうど、あ、登れるようになったはず。あ、なんだなんだ
なんかずれてるぞ。あれ？なんか別物になっちゃいましたね。そっか、ちょっと離れたところから始めたら別物になっちゃうんですね。じゃあこっちからやっていきましょう。おー、なんだい。あー、ごめんね。ごめんね、ずっと放置しててね。もう悪いね。こっちに必死なんだ。てか見にくい。見にくいぞ。どうする？ここだな。あっ、ちょっ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 ちょ。いいとして。あと1個。こうやって反対側も。あと1個だな。こうだな。こうして、あー、で反対側どっから来てる。あ、一マス足りないな、これ。こうなって、ね、こうですね。あ、これ別物として作られるんでしょ、また、うん、こう、ここまでビーッと引っ張って、よし、よしよしよし、いいぞ。で、ある程度、うん、こうだな、ここら辺からこうやって、あー、これで登れるでしょ、ちょうど、多分、ちょうどぐらいで、うん、うん、大丈夫なはず、頭打ちにはならないはず。いいぞ、いいぞ、いいぞ、うん、これで、反対側も同じ同様にしますが、とりあえずここら辺は階段作らないから、はい、よしよし。あ、ここ、ん、なんか怪しいな。ちゃんと、いや、またデコッとなってるな。戻らないんでしょう。戻らないんですよね、君たち。あ、あれ、君たちですね。君たちにはなんとか消えてもらって、あれ、またデコッとなってる。あ、この人たちですね。こうは、あ、こうあるんですね。うん、もう消えたかな。いや、あ、君、なるほど、ここら辺にいるんですね。うん、他は、いた感じ、ちょ、大丈夫かな。うん、大丈夫そうですね。んで、うん、あー、これ一旦セーブした方がいいかな。側は使いですよ。うん、あー、大丈夫。あ、間違った。ここまだやっちゃダメだった。うん、あ、ここら辺まで行きましょう。で、うん、2段ずつですよ。頑張って頑張って。大変だ大変だ。ここどうなってる。ちょっと壁消しましょうか。あれ、消えた？あれ、消えましたね、これは。デコッとさせてたはずなんだけど、消えましたね。ですね、くはー、うわー、きついなー。1,2,3,4,5,6,7,8,8,8,6個開けて8だったはず。覚えてませんね。あれ、てか、
18だったかな。まあいっか。いやー難しいです。これもねだんだん改善されていくんだと思います。で 9にしたんだっけ。こうやってここぐらい。あちょっと行き過ぎ。ダメなんですよね、戻せないんですよね。ほい消えた、消えたね。よし、もうごめんなさいね。でもちょっとねぜひ参考にしてください、この作り方をちょっと下手なんですかね、それともそういうものなんですかね。今のところきっとねこれからのアップデートでもうちょっとやりやすくなると思いますが、君たちは、ここまではちゃんとな、綺麗になったね。で、ここ、ちょっと待って、ちょっと待って、見えない、見えにくい。6マスほど。こう？いやーなんでそんなとこになったかな。いやーちょっと待って、変になったぞ今のは。ここに出てるぞ。ここら辺は違うんだけどな、違うんだよな。ここは違うんだ。あーそこまで消しちゃう、階段まで消えちゃうけど、こんなもんですかね。でそこにしたかったわけじゃなくって、これのねこれの隣にこれ、ここかな。こうすればいいかな。行き過ぎた感がありますが、もう気にしないことにします。気にしない気にしない。でも気になる気になるんですよね。ここがちょうどですよね多分。登れればいいかここは。であでもなんだかんだでうまくいってる気がする。でこうここら辺かなもう大体になってますね。でもいけるはずきっと。もう疲れてきたよ。もう一段作るとか言ってたけど言ってたけど、なんか間が空いてるなここ。いやー大変だー大変だなー。いや壁をね、どうかな、ここを壁作る。変なことになりますねこれは。手動で作りましょう壁。ちょっと汚くなっちゃうかもしれない。汚くなっちゃうな。でも気にしない、もういいよ。デイリーアップデートいつの間に集中しすぎてて気にしない、もう気にしないよ。もう嫌だよ。どうしよっか。どうやってすればいいんだ。よしよし。違うよ。こうやります。で、どうしよっかな。どうしよっかな。よしよしよし、決めた。こうします。ここまで伸ばします。こっから、端っこまでは、いけませんね。じゃあ、こっから、おやー、一個ずれではないか。こうします。で、
こうします。こうしまして、でこうすれて、ここでしょ、こうやって、あーっと、あ、大丈夫ね。でこうこうでしょ、で端っこからやったから、こうできる限りやって、こうで、こっからこうで、こっからこう、うん、で、こっからこう、よし、で、こっからこうやって、で、いや、大丈夫、うん、大丈夫、大丈夫。もうね、お城でね、もう疲れましたが疲れましたけども、このお城よりね、大変なものは作る気ないから、ここさえね、頑張れば、いや、いい街ができるはずだよ。頑張れ自分。すみませんね、こんなん見しちゃってね。はい、ここまで作ります。でです、次の問題は、あーっと、重ねられるよね。あ、重ねられない、いいよ、別に。もうあんまり気にしないことにしたよ。で、おー、結構、あれ、あ、あー、こ、なんでだなさっきから、あ、はい、で、こう、こう、で、そんなに、あれ、できるときとできないときがあるな。あ、え、あれ、あ、こっから、あ、微妙、裏側なんて誰も見ないさ。はい、はい、あれ、あれ、こっから、え、あれちょっといかんな、これは。あ、あ、あ、一本ってできないんだよ。あ、できた、できた、これでいいでしょ。で、これで立派な壁ができました。で、なんで、もう上まで登る必要ないけど、ないけど、もういいや。こっから上に上がる作業は、どうしよっかな。壁を作って、あーと、床を、こうやっ、こっから床作ります、今回。こっから床作って、あっ、こっから床を作ります。よかった、動いた。そう、こっからね、作りたいんだ、私は。こうやって、で、こうやって、丁寧にやっていきましょう、最後ですから。あれ？隙間空いてるね、これは。空いてないか、空いてない、大丈夫。こうやって、ちょっと、どうなった、どうなった、あー、ちょっと、ちょっと、あれ、あれ、どうなった、どうなった、これ、あ、こんなとこに来たんだ。ですね、これはですね、こっから引っ張って、もうちょっと、あ、あ、いいよ、別にいいよ。こうやって、あと一個かな。え、あ、これ壁見た方がわかりやすい。はい、あ、端っこまで来た？いや、来てない、ギリギリ。あー、こうやって、うん、こうやって、あ、ちょっとやっちゃったけど、もう気にしない。で、あー、こうやって、よし、いいぞ、いいぞ、いいぞ。いやー、でも、あとはもう埋めるだけだぞ、ほぼ。で、頑張ろう。お、きっと、あ、な
んだ、これは。これは困ったぞ。埋め合わせだ。オッケーで、ここの横のこれね、こっから伸ばして端っこまで行った、うん、行ったね。うん、こう伸ばしてちょっとはみ出てるな、うん、ちょっとはみ出てるなうん、で、こう、あーもう、ちょっとストップ、あれ、ちょっと待って、さっきベッドって出ましたよね。あ、違うよ、君じゃないよ。どこで？食料も大量にあるでしょ。なんだって？ここで埋まったとかかな、ありえるな。そりゃあ仕方ない、どうしようもない私には。あー、どうやってる、みんな元気？なんかすごいことなってるね。てかもう動きは、これはあれですね、仕方ないな。これはもう続けていけそうにありませんね、このゲーム。怖いから、うん、はい、イエス。このゲームはそうだな、もう楽しいのにな。もう想像の街だけ作って終わるかな。あとちょっとなんだよ、お城、お城がね、あとちょっとなんです。よし、できたぞ。できましたよ、とりあえずここまで、ここまでも床ができました。あとは あとどんな状態だっけ今、ここをやって、こうやってパパッとやっちゃいましょう。あとはここどこまで作ったかな、この床。とりあえず外側から埋めていくつもりだったんですよね。だからこうやって、ここはもう作ってるな。で、あとはここ、こうちゃんと重なったよね。で、あとはこう埋めてって、あとはこれだけ。できたぞ、とりあえずできたぞ、全部。よし、あとは、すいません、ちょっと頑張ります。あとちょっとさせてください。あとはこうやって、こうボコボコにやっていきます。うん、四隅だけをね高めにしたかったんですけど、もう元気がないから、どうしよっか。まあいいね、もう、まあ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 、あー四隅だけを高めにしたかったな面倒だからってこんな平べったくなっちゃったな。どうしよっかな、まあ四隅しよう。ボタン一段で、あー、オッケー、四隅っていうか、あ、でもこの壁取り消せなんだったな。取り消せないならもうどうしようもないよね。いや、壁はあっていいか、別に。でも変だな、壁だけあって吹きさらしになるもんな。仕方ない
と変になりますけど、やっていきます。変だな、ちょっと。で、まあね、こういうボコボコさえやってればね、なんか後ろっぽくなると思います。ぽくね。なんで死んじゃったんだろうな、今のは。別に死んじゃう要素なかったんですけど、多分ガシなんですかね。何かしらが起こっちゃって食べ物をなんか移動できない状態になっちゃったような気がします。それは多分バグとかで埋まったんだと思うので、それは仕方ないよね。なぜね、ずっと村人の様子を見せられていないんで、ちょっとずれてるけど気にしないでおこう。これが終わったらちょっと村人の様子を見ましょう。ちょっとね、今回の動画は、あ、長くなってると思いますが、あ、まあ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 、優しい目で見てくださいね。ダメなんですよね。あー、鼻がかゆいよ。いやー、頑張れ頑張れ頑張れ自分。よいしょ。いやー、これちょっと早送りした方がいいんですかね。で、動画は2本。でも動画全部早送りってのはちょっとね、見てる側も苦痛ですよね。こうやってゆっくりやってる以上に苦痛だと思うから、やっぱ普通の速度でやるか、あ、やるかな。あー、あと、あ、でもそれっぽい、それっぽいぞ。いいぞいいぞ。よいしょ。はい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 。次のアップデートはいつでしょうね。今が9月の17日なんですけど、どうなんでしょうね、1ヶ月後とかかな。でも前のアップデートから1ヶ月は経ったんですよね。え、なんだい、あー、なんか入りに来たね。ごめんね、今それどころじゃないんだね。ー、どうしよっかな。多分アップデート来たらこの動画おしまいになるんですけど、アップデート来たら1回だけやりますか。ちょっとずれちゃったな。こっち側とあっち側がちょっとずれてるんですよね。こっちはね、ちょっとつながってる感じ。いいよ、もうもういいよ、それっぽいからいいよ。はい、だけど、だけど気をつけなきゃいけないのが、ここの床をちょっとだけでも開けること。これくらい開けとこう、一応。はい、出来上がりです。フィニッシュ。320ビルド、イエス、スタートビルディング、セーブしとこう。あゆうでいいや。はい、オッケーです。あー、大量の石が必要なんですね。わかりました。これができただけでも満足です、私ね。こうやってみたら、あー、それっぽい城があるなって。で、ここになんかあるなって。ここ食堂なんだろうなっていうのがあって、ここら辺にね、なんか石造りの何かを作ってって感じで、それっぽくね、やっていこうかな。できるだけね。じゃあ終わります。ご視聴ありがとうございました。次回もぜひ見てください。